よっ。だいぶ変なんだけど。あ、こやつか。ギー言ってる。そう、ごめんね、この音が嫌な方ごめんなさい。あ、よきかな。正面確認入ったね。あー、ニキビいる。こんにちは。そう、ちょっとそ、なんだこれ、本当に照明がなんかおかしいんだ。うん、今部活から帰ってきた。おかえり。おかえりね。10月が始まったよ。10月がお団子。日曜の地震大丈夫だった？大丈夫だったよ。あのあと結構、あのあとっていうか次の日あたりかな、結構なんか揺れた。なんで続くんだろうね、本当にね。ねねねとか言ってね。ちょっと待って、マジでもう本当に早く終わってほしいと思ってる。明日からテスト。やばやばいね。ちょっと待って、ごめんね、ニキビがうざいんだ。よし、消えた。地震やだ、やめてほしいね。やだよね。ゆきなさん、こんにちは、また来たよ、ありがとう。余震結構続くな。もうね、なんかさ、もうそろさ1ヶ月胆振東部地震発生から1ヶ月かかるじゃない、なるんだけど。あー、やだねー。ということで10月だからさ、ハロウィンバージョンにしたくてさ、見て、骸骨買ってきたの。これね、これなんかこういう飾りをね、これ琥珀とかで使えるかなとかって思って、なんか適当にこういう木を買ってたんですよ、いろいろと。でこれがハロウィンのやつあって、でこれをね買ったのさ。してこれとこれね買いなってたので、ママがこれとこれで可愛い感じに着なってたのさ。やっぱ私の独特的性格が出てしまって、いやなんかね、なんかさ、形があるものじゃないとなんかさ変じゃんとかって言って、これをねだって買ってもらいました。これね、レアが寝てるところのね、ここにいるの、いつも。声低くない？風邪ひいた？ひいてないよ。これ骸骨の、わー、怖くない？怖くない？なんか、え、可愛くない？で、ママにさ、ママにこれ、はい、結婚式っつって、ママにこうやって顔近づけたら、なんか嫌そうな顔されました。嫌そうな顔されたんだよ。どこに売ってんの？え、どこだっけな、100均かな、わかんない。あれどこだったっけ、これ買ったの。え、どこだったら目立つかな、ここら辺目立つ。やっぱコルクボードっていいね、こういう時。あ、かわいい、いい感じ。え、かわいい。ママいじめないで。新メンバー、そう新メンバー、かわいい。骸骨は初コメ覚えてほしいです。ななみちゃんって結構さ、ツイッターに来ない？私知ってるわ、覚えるね。新メンバーの名前は、コツガイちゃん。私何言ってんだろう。女子の可愛いの定義が分からない。いや、それは多分、女子が可愛いっていうのはこういう靴下よ。あ、これはね、これ安田愛理ちゃんからもらったの。これ安田愛理ちゃんからもらいました。こういうのが女子が可愛いっていうの。で、私が可愛いって、これもすごい可愛い。こういうの好きなんだけど、こういうのも好きなの。かわいい、こういうのも好きなのよ。わかる？わかんないか。ね、これどこにつければいいの？ででー。まあ女子がかわいいって言ってるものは本当にかわいいもので、私がかわいいって言ってるものはまた違うので、そこは一緒にしないで。うん、猪子さんがかわいいって言ったら何でもかわいいんです。じゃあ番長かわいい。深
見つけよこれってダサすぎでしょ。ここら辺見えるかな。見える位置がよろしいよ。見える位置が、ちょ、コツガイちゃん、ちょっとごめんね、コツガイちゃん、ちょっと新メンバーがさ入ってしまったからさ、これモサモサしてめんどくさくない？ちょっと待って、なんだこれ。あ、ヨッキー見えなくね。ハロウィングッズどこに買ったの？ハロウィングッズ、え、100均に今めっちゃ売ってるよ。今ならマジで売ってる。なんかさ、日に日にさなくなってくじゃん、ああいうのって。ちょ、これ後で貼るわ、めんどくさい。ちょっと出てこない。で、ここ貼ったんだよ、可愛くない？こう、あとさ、シャボン玉を作ってここにやろうとしたけど、私の背中で隠れるからいいかなみたいな。メンバーでハロウィンやるの？メンバーでハロウィン？どういうこっちゃ？なんかあんまり雰囲気出ないね、後ろがカラフルすぎて雰囲気が出ない。あとね、お化けも買った。あれ、あいみちゃんも、あいみちゃんだって、あいみちゃんも使ってた。ちょっとこのお化け、このお化け可愛くない？これはさすがに可愛いって言って。恐竜作ったよ。え、恐竜作るの難しいよ。ちょっと頑張って今度挑戦する時間あるとき。このお化けはさすがに可愛い。じゃあ後ろカラフルすぎてさ目立たないんだけど、こんなになんかね色がさひどいのにさ。あとこれもあるよ。なんかさ雰囲気出ないかなと思って頑張ってるんだよ。頑張ってるね、頑張ったんだよ。仮装しよう。仮装、何の仮装すんの私。前から牛借りてこようかな。ででーん、あ、てんちゃんいる。てんちゃん、ヤッホー、ハッピーハロウィンって気分になるねと思うテディベア。なんかすごい日本語だね。てんちゃん、てんちゃんは天ぷら。なんかさ、これが長いからさ、長く続かないっていうかね。牛は草、大草原、フカヒ。ちなみにハロウィンっていつなのよ。え、10月の31じゃないの確か。覚えて、リーちゃんってこの間も来てたよね、初見。いや、絶対違う。ハロウィンまだ早くね。だって10月入ったらさ、ショールームなんてさ毎週火曜日だよ。してさ、ハロウィンのやつを買ってつけるって言ったらさ、だいたい10回もできないじゃん。だから私は早めに飾りをするんだよ。ななみちゃん、あだ名つけてほしい。ななたん、いや、ななまる、ななまるでいいよ、ななまる、かわいくない？覚えて。あ、ねえ、あずきさんって、あずきさん、さすがっす。本当に？やった。ちょっとね、紐が長いからね、ちょっとさ、最初にまとめてたさの針金でさ止めた、まとめた。こちらを後ろに貼ります。じゃあ君ちょっとどいてくんないかな。君ちょっとどいてね。レイチ、チキチキ覚えてる？あのコッポンだ。あ、コッポン、コッポンがいるよ。え、なんでそんな、久々じゃない？元気だった？元気だった？後ろに言うな。そう、めっちゃ親友なの。何言わせてんねん。あー、あれがビューどこ行った？あった。なかなか難しいなこれ。私この独特感が好きなんですよ。ちょっと君元気？
うんうんうん、忙しい忙しいね、忙しい。こんばんは、70にしたよ、ありがとう、イエーイ。ハロウィンの月、そうハロウィンの月、お月様、よいしょ。今日はね飾り付きをするんだよ。こんなもん？どうよ。待って、なんかガタンと落ちる。これをここに通す。まあ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 、あ落ちちゃった。ヘイヤホーおひさ、あコージだ、コージおひさ、ハロウィンやん。そう今ね飾り付け、絶賛飾り付け中、絶賛先に落ちないでくんない？なんで落ちるんだ君、ちょっとちゃんとまっすぐして。やっぱ落ちる。ガビは刺さんないんだけど、あ刺さった。てかさ、レイヤのさ部屋の壁さ、すごいなんかいっぱい貼り付けてるじゃん。あれさ全部取ったらさ、ガビをさ何個使ってるんだろうって最近気になるさ。あいい感じじゃない。背景目チカチカしておじさん大変なんだけど、おじさんじゃないじゃん。ナイトメア好きです、いいよね。100個以上、え、でも多分100個以上あると思う。うん、レアのクマさん体調悪いって言ってたから返信来ないわ。クマさん、テディベア、あ、テンちゃん、あ、違う、ハマちゃんのショールーム配信、ハマちゃんさん、ハマちゃんさん、さやなさん。え、私さ、あれなんだよね、今乃木坂さんのさ、あのなんだっけ、秋元さんがショールームしてるよね、見たいさ。サムサムあと遭遇してないのレアだけなんだが、何、どこで会ってんのみんなと。ホージは誰と会ってるの。メイチ、俺って S と M どっちなんだろう。え、かなりの M じゃね。知らぬ間になんか骸骨が追加されてる。そうだよ、さっき追加したんだよ、さっき。多分ね最初からね来てる方は知ってると思う。 MV っていつ公開されない、いつだろうね。ラルーチェの MV すごかったね。レアの髪型チャイナやん。ハロウィンはどこに行った。そう、ハロウィンはハロウィン付近になったらやろうと思ってる。骸骨怖いよ、すごいリーゼントだね。ディズニーハロウィンするん。いやでもね10月にディズニー行きたいとは思ってる。ナナと行きたいんだけどさ、ナナがさあのラルーチェ表題じゃん、だからさ多分ね忙しくて行けないんじゃないかっていう説が出てきた。ラサイテメンバーもファンも中3多いね、多いね、俺もやけど。そうなの？ USJ のゾンビ行ったことある？ USJ 自体が行ったことなくて、私 USJ のあのミニオンに出てくるユニコーンのリュックが欲しいんだけど行けてなくて、どうしようって考えてたの。今日ディズニーホテルでバイトしたよ。ねえ、なんかさ、ツイッターかなんかで見た。なんかのやつで見たよ、コージが。ねえ、ママとすごいねって話してた。髪伸びるの早いね。ほんと？でもこれ2月ぐらいか伸ばし始めたから、そんなもんかな。これもう、あの、別の髪追加しないで、普通の、ちゃんとした前髪ですよ。このね、ここにいたの。懐かしいな、この時代。電車乗るから電波悪くなる。おお、でも一瞬だけよね。
ちゃんとツイッター見るんやね。え、めっちゃ見るマジ。私のエゴ様は結構有名です。つかその髪型好きよ。そうそうそう、天ぷら意識くまさん。2期生と話す？うん、話してない。あのね、なんだっけな、話してないわ。うん、でも2期生唯一話すのがみほかな。みほはずっと前からのさ、あのそういう知り合いだから。ツイッターたまに掘るよね。え、結構掘るよ私。だからそう、たまにね、誰だっけな、誰だっけな、たまにね、あの私が掘るって言ってから、私が私宛てのメッセージを、私のことをレアのことをあのタグ付けしないで載せてる方がいて、で、あ、レイが見てるって分かってるからだと思って楽しく読んでる。あ、しゅんちゃんやっほー。フォースシーズン何やるのかな。そう、始動しました、イエーイ。まあね、あのラストアイドルがね、ファーストからねずっと続いてるのは本当にね皆さんのおかげなので、はい。インスタの DM 見てくれてる人、そう、タグ付けしてくれたストーリーとかもたまにいろんな人のやつを見たりします。じゃあこれからしないでいい、どういうこと。たまにいのこさんでツイートする、もみやまやなは結構出してくれる。しかも2つ目のあのリップ専用のアカウント、リップ専用かなのアカウントがあってさ、フォローバーしませんみたいなアカウントあったじゃん。そこにさ、なんかさ、あのプロフィールのところになんかレイヤのさやつもさ、タグ付け、タグ付けって言うんだろうな、アットなんとかかんとかっていうレアなやつをつけてくれて、私は感動しました。レイチが S やから M にされるんや。あ、そうだ、そうしとこ。イノコスコスコスコチウイスキーな、どうした、しゅんちゃん。そう、アット入れたのよ、ありがとう。バトルなのかな、それは言えません。フォースシーズン、うん、そうね、詳細出なさすぎてワクワクして、そう、でもびっくりしちゃった、もう本当に。あのね、あったじゃん動画、フォースシーズン始動みたいな動画がさらっと出されて、内容も何も知らないで、ただその馬の映像が出てくるだけはあったじゃん。そこのコメントに、なんだっけ、何するんですかとかめっちゃコメント聞いて、いやそりゃ気になるわなと思って、そうみんなのコメント見て笑っちゃったよ、レイヤ説明が雑とか書かれててそれくらい楽しみにしててっていう意味。あの予告いらない。でもさ、予告ないよりはあった方がさ、気になってしょうがないのがまたこっちが求めてるものなので、気になってしょうがなくてその番組を、番組をまた見てもらうっていうのがこっちのね、あの活動してる側からしたら皆さんに気になってもらいたいっていう、見てもらいたいっていうものもあれなので、ぜひ見てください、ちゃんと情報が出たら。情報なさすぎ。そうね、ラスアイっていつもすごい発表をさらっとする。そうそうなの、ラストアイドルの発表の仕方がさらっと、あのね、すごい気になるっていう、この後はどうなるんだっていうところをさらっと、もうね、さら、はい消えて CM みたいな、なんかね、わかるよ、わかるよ、うん。レアもうフォースの情報知って、知ってる知ってる、だってもう活動はしてるので知ってます。やっぱそうだよね、そうだね、うん、テレビ見ないからな、テレビ見ないね。今日何時までやるの。今日7時半までやります。7時半です。なんかお絵かき持ってきてるな私、なんでだろう。活動してるってことは1期生のことなんかな。まあラストアイドルですね。関西に移らん、関西
前に映らん、どういうこと。まあ楽しみにしてますわ、楽しみにしてて。今日ゆめちゃんそれめ本当。じゃあ私はそれを覗きに行かなきゃいけないけど、何時だろう。今日は受信大丈夫、大丈夫大丈夫。誕生日だから祝って、リラおめでとう。いいね、お誕生日おめでとう。このまま質問攻めしたらレイジネタバレした。それネタバレしたらもう私裏切ることになるので、それはしません。その先でコート着たくない。なんかさっきテレビでね、今週9度まで下がりますって言われてびっくりしたんだけど、マジで。私も誕生日だから祝って。ことみちゃんもおめでとう。いいね、これからもよろしくね。アイリちゃんいつもネタバレしてるよ。そうなの、やばいってマジで。北海道はもう冬な感じ。いやまだね、あそうだ携帯こっちだった。まだそんなにかな、うん、秋だよまだ。ブレザー、じゃあワイシャツ着てベスト着てブレザー着て、その上にパーカー羽織るかマフラーしてるかぐらいの生徒です、生徒ですはい。これからもよろしく。いきなりです。あ、違う、あのあれだよ、なんだっけ、誕生日おめでとうって方がいたから。よーよーよー、あ、ウィーなんだ。ウィーの、ウィーのここに、これやーい。いや、寒すぎやんね、寒いよね。はたさんのショールーム、みさきちゃんのショールームにこっそりと侵入してました。やーいとは気にしないで。テディベアで遊んでるか、これねミーノンがくれたんだよ。テディベアは今お姉ちゃんの部屋にいるかな。あのくまさん、お姉ちゃんは今日朝から修学旅行に行きました。2期生で誰が推しなん。え、気になってる子はめっちゃいて、もちろんみほはすごい仲いいし大好きだから、みほも推しには入るし、あとね私最近気になるのが のんちゃんかな、篠原さん、のんちゃんが好き、好きです、超好きです。お姉ちゃんいたんや、知らんかった。弟2人もいるよ。のんちゃんが気になるの、めっちゃ気になるの。本当に可愛くない。お姉ちゃんに好まれてるんか俺。そう、なんか飾ってたら、これまだいるとか言われて、で、何どうしたのって言ったら、なんか気づいたらお姉ちゃんの部屋にクマさんがいたっていうことがこの間ありました。のんちゃんと握手したと。あ、いいな。本当に話したい。喋りたい。てか、そのライアンの名前何？これミーノンだよ。これミーノン。ねえ、ミーノン。ミーノくん。来回目待ってる。あー、後であげるね。じゃあなんか写真あったかな。あるわ、うん、あげる。いっぱいあるんだよ、ついつい忘れちゃう、ごめんね。北海道で見かけた時話しかけてもいい感じ。え、全然もうどうぞって感じ。え、来て。えー、って何。お、楽しみ。お、楽しみ。あ、今日通知来なくてこんな時間に。あ、そうなの、ごめんね。今日は個人の方でつぶやきました。今乃木坂北海道じゃん。いや、それね、めっちゃ会いたい。来週初めて乗馬の大会だから、エール送ってさ、送ってさ、ちょっと片言だね。送ってさ、え、頑張って。お馬さんは倒さないように気をつけてください。ミーの人間の姿、ミーのライオン、ライアンの姿。これミーのね、マジでミーの似てるから。これアンダーライブがいいよね、来たかったよ。今日8時半から配信見に来たら萌えちゃん、あれ、あのさ、誰だっけ、待ってよ、名前が出てこない。
いっぱいいるよねやっぱり野菜。いや誰だっけな、名前が出てこない。あの子もだった。あれちょ待って、マジで出てこない。篠田萌衣ちゃんじゃなくて、出てこない。え、なんでこんな出てこないんだろう。あの子も8時からやるって言ってた。ほのかじゃなくて今日7時から姫で、姫は知ってる。あれねえ名前出てこない。ゆみちゃんじゃなくて、えめいちゃんじゃない。あのね立ち位置12番あたりの子、後ろの方の子。あ、そう、真央ちゃん、栗田真央ちゃん。そう、栗田真央ちゃんも8時からやるって言ってたよ。ごめん、ありがとう。アイドルで一番憧れてる人って誰？一番憧れてる人？憧れてるっていうか、なんだろうな。絶対この人しかこのキャラはできないっていうことに尊敬っていう2文字しか包まれてない、あのなんて、私日本語変だね。斉藤飛鳥さんがもう大好きで、斉藤飛鳥さんが憧れっていうよりもう尊敬という2文字の塊ですよ。なんか斉藤飛鳥さんのキャラって斉藤飛鳥さんにしかできないものじゃないですか。あのド S のド S っぷりとか、あとなんだろうな、なんだろうな、あのなんだろう、その番組バラエティでやってるキャラクターが私今まで見た中で斉藤飛鳥さんしかあのキャラはできないっていう風に思ってて、だから本当に飛鳥さんが尊敬です。先月北海道に行ったら夜に地震起きて観光できなかったから行き直したい。え、おいでおいで、飛鳥さんの握手すごいよ。え、私もさ、あ、待って、斉藤キアラさんしか、あ、言ってたね、キアラさんは声が好きです、可愛い、本当に。本物の飛鳥ちゃん顔ちっちゃすぎてマジで焦る、マジで焦るんだ。会いたいけど並びたくないね。斉藤渚、そう、渚、そう、私サチロのワンルームを見てたら渚が出てきてびっくりした、マジで、マジで渚は大好き。斉藤って名字ないで多くない？いや、それはわかる。元斉藤飛鳥推しです。え、結構握手会とか並ぶの時間かかんない？あのディズニーのさ、ファストパス欲しいって感じぐらいだよね。いいな、やっぱオタクをしてる皆さんはあれだね、知ってるね、やっぱり。私も会いたい。あー待って、いっぱいコメント。あすかちゃんは4時間ぐらいこの間並んだな。やばっ、そんなに並ぶの、やばい、ファストパス欲しい。航空でも30分くらい並ぶよ。そうなんだ。でもいいね、会えるんだったらなんぼでも並ぶよ。私は乃木好きなの。好きだよ、明石会ファストパス欲しいな。わかる、1回で4時間は異常よね。でもそれぐらい人気で、もうそれぐらい手の届かないところにいるってことだから、なんかすごいよね、本当に神様ですよ。日焼けは菅井優香さんが好きです。あのなんだっけな、ビバラポップの時に副業ワゴンやってて、でその時平手さんがまだあの休んでる最中で、でなんだっけな、菅井さんがセンターだったんだよね確か、あのなんで副業ワゴンが、その菅井さんのダンスに見とれました。
乃木坂本当に卒業らしいだよね。え、そうだよね。もう私あれもあれだよね、七瀬さんが卒業するの聞いてすごいなんか悲しかったんだけど、これからもっともっとアイドル以外にもこれからもっともっとなんか芸能界に出てくるっていう感じに考えたらなんか嬉しくも思いました。レアって土日祝日だけ野菜活動してる？え、そんなことないよ。なんか今週はね結構ね、あの先月にお仕事結構頑張ったから、そう、ズーミンです。ズーミン？マナチーって書いてるよ。スパガは、スパガさん、そう、スパガさんの卒業発表すごい悲しかった。カオメさんのブログには感動ですよね。レイチまだまだやめないで、まだまだって、レイチまだやめないで、やめないよ、始めたばっかりじゃん。レイチって高校受験するの、え、しないってやばくない？浅川さん卒業やってね。そうね、浅川さんは本当にお疲れ様ですって言ったら、なんかね、あの私浅川さんの刃が大好きで、で、あのなんだっけ、笑ってくれるの、すごい笑ってくれるの、その時に見える刃にいつもキュンとします。しゅんちゃんさんと同じです。不協和音で他界した、どういうこと？さすがに高校卒業しとかんと。しみともさんそうだよ。やえばどこで変えるんかな。いや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 、でもさ、ひめりのさお顔ってさ、やえば似合いそうな顔してるよね、かわいい。高卒認定試験受ければいいさ。いや、私ちゃんと高校行きたい。女優もしてよ。女優さんいいよね、最近憧れる。一期生で一番若い子は青石夏実の中学2年生ですね。高校は北海道、え、決めてないんだけど、大谷エミリしか、え、ミリニャさんとナオタンのミリニャタンっていうコンビが好きです。私はあのイコールラブの中のコンビで一番好きなのがミリニャタン。ハチュル花枝だよよよ。花枝ちゃん、ハチュルがいる。若いレアクマさん、個別ソッカーのコスプレって自分で考えてるの？でもね、この間は、この間の恐竜は眉に合わせた。あの、アホコミですか？アホじゃないよ、もう。もう、あの、可愛いの塊。ハチュルだよ。ハチュルだね。サムサムとイコールラブのコラボイベントもあったり、ね、指原さんのツイート見た？あのさ、イコールラブにバンドワゴンを踊らすとかなんとかやってて、なんかファンが殴り合いそうだから妄想だけにしとくって言ってたけど、マジ現実にしてほしいくらい。ミカ初見です、こんばんは。こんばんは、甘やかさないでください。わらわらわら、草生えてんじゃん。え、天ぷらは大谷を、お、お、大谷太田の中で一番強い。そうなの？マジで？イノコサウルス、ね、響きはイノコザウルスって言ってたじゃん、ツイッターで。イノコザウルスにしようぜ。おたなしだけど来たよ。来てくれたのね。ファンが殴り合う。そう、なんかさ、高校で恐竜見たとき一瞬ヨッシーのコスプレかと思った。さすがに私マリオはしません。さくらにあだ名つけて、うん、サクサク。お前語彙力ないんだ、バレるよ。語彙力ないですよ。やめてください、しんどい嘘。何それ、嘘なの？どっち？札幌にいる間に高木美帆ちゃんとコラボ配信しないの？なんかね、あのね、
まだねそんなにね会ってないんだよね。関わり2期生と1期生自体がそんなに関わりをまだ持ってないので、うん、なんかねあんまり喋ってないんだよね。だから他のメンバーともあまり喋ってなくて、そうなんかルールみたいになっちゃってる。海田桃組あだ名つけて、じゃあうーんうーたん、オリオのマリオとアマリオと合わせてよし。さすがにきついわ。俺はただの厄介です。厄介じゃないよ、天ぷらはめっちゃいいやつ。イカラブメンバーもオタクの天ぷらの名前も知らない人はいないレベルよ。なんかナタンが言ってたさ、なぎさがなんかしんちゃんよく来るよって、あの人は全部のイベントにいてずっと騒いでるって言ってた。ウータンで中最近メイク変えた。違う、今ね見てアイライン引いてないんだよね。イエイ、レイちゃんのファンの通称通称やばい、漢字やばい、決めてほしい。いやでも名前ファン名はつけません。私はかっこいたくないですね。レアに会えないから日曜とりあえずひめりと初めてのレベルで話してくる。でもひめりバンチのこと知ってると思う。バンチは結構有名なので。合ってるよ、あら通称でいいの。しゃあ覚えるぞ。総称、いや絶対嘘だ。しゅんちゃんさんの方が暴れん坊ねえ。しゅんちゃんさんって呼んでんの。え、二人ってさ、二人で一つじゃん。じゃあリアちゃん教えて書いとくね。ありがとう七丸、嬉しい。私は嬉しいよ。ファン名つけないとアトレイチ用紙でなんかダサいんだが。え、でもねファン名をつけたらニオシって方とかも囲っちゃうとなんかね、なんだろう、囲いたくないんだよね。私はもう自由にして、開放的に自由にさせときたくて。今日は何食べるの。今日はねお昼に、なんだっけ、今日はお昼にパスタ食べて、でさっきねところてんにからし入れて、すごいなんか渋いとか言わないでね、ところてんにからし入れて、寿司酢めっちゃ入れて食べたの。だからもうご飯いらない、お腹いっぱい、頭抱えた、抱えないは、頭抱えたじゃん、腹抱えたね、頭に見えたんだけど。服買うときってどうやって決めてるの。ねママと一緒に買い物行ってるときと、服買うときは基本ママかナナなんだよね。でママかナナ、なんか響きがいいね。アッシーカマキリ、じゃあアッシーカマキリと天ぷら勘違いしてる。何を言ってるんだろう。俺実はからし食べれません、お子ちゃまです。からしは美味しいやん。胃袋小さくて羨ましい。いやいや全然だよ。拘束したくないのね、優しいね。振り仮名つけてくれてるのね、優しいね。どうやったらサメサメの着替えゲットできる。え、わかんない、それはもう。レアヤッホー、ユキノンヤッホー、ユキノンが来た。昨日突然の告白されちゃった。レア黄色似合う、ありがとう。おでんの時期からして、え、おでん食べてない。待って、レアアホだからな、そんなこと言わないで。突然の告白してごめん。いいえいいよ。中華料理の漢字配信懐かしい。あ、私チンジャ工事にたくさんなんか出されて、チンジャオロースとか言ってた。工事だよね確か。あ、違ったっけ。菜の花ちゃん初見です。菜の花ちゃんね、ちょっと待ってペンないわ。一期の中で違うグループの歌を歌うとしたらどれ歌いたい。私ね、違うグループというよりあのシャッフルユニットの生理的なアンテナか17歳の扉を歌いたい。伝説のボーボー踊り、あ、ボーボー踊りと心の太郎と、あとなんだっけ、切磋琢磨、あとなんだっけ、切磋琢磨さんだよね、切磋琢磨さんか、あとなんだっけ、まだ17歳じゃないから、そんなことじゃないで。コフケブタ、あ、懐かしい、コフケブタ。
昨日カラオケでラスト全部撮って、え、あんの？私さ、昨日一昨日かな、最近カラオケ行ったんだけどパパと、したらラストアイドルの曲がなんだっけな、好き好きと生理的なアンテナと、なんかそれぐらいしか入ってなくて、えってなった。心の太郎、こふけぶた、ボーボー踊り、あと切磋琢磨さんでしょ。パパさん何言うた、パパは歌わないでずっとなんか携帯いじってた。機種によるよね。あ、なんか日曜日出し込んでたからさ、あの混んでたから機種があまりよろしくなかったかもしれない。あげあげなくてなえるよね、わかる、芽生える、なえる。ママのカラオケ行かせてください。 いいえダメです。ボーボー踊りのポーズ忘れてた人やん。あ、これでしょ。まあイコラブでは友達多いよ、友達多いよ。イコラブのメンバーお友達ってこと？え、じゃあてんちゃんさ、あのあれ見た、うんと幸色のワンルーム見た？デジャビじゃないが入ってなくて機械壊すなんて、しゅんちゃんがデジャビじゃない歌ったらマイクが壊れちゃうよ。しゅんちゃんすごいでっかい声張り上げて歌ってそう。ドゥーサウンドのアプリに入ってる曲と入ってない曲あるの不思議。あ、アプリなんかあるんだ。サチロのワンループめっちゃ好き。え、本当に？ねえ、私も超好き、本当に。あ、それで山田アンナちゃんだっけ、主役の子が子を好きになってしまってインスタフォローしちゃった。え、本当に可愛い、可愛いし演技上手いし、なんかところどころの顔が変わるじゃん、あのドラマって、だからすごいなと思って。サチールは関東じゃ放送禁止だった、放送禁止ってどういうこと？え、あ、ねえ、放送見れてない方言うよ、アベマ TV のゴールド会員してる方とかは見れるよ。アベマで、アベマ TV の黒い方のアベマでサチールのワンルームって調べたら全話出てるよ、ドラマ。それお知らせ、ちゃんと見てよ、マジで語ってよ私と。ごめん遅れた、京子ちゃんやっほー。リップクリームの色ってとこレイヤのパートやね、めっちゃ大人っぽくて好き。ほんと？待って、リップクリームの色って私のとこだっけ。いや、リップクリームじゃないもん私、うんとね、どこだっけな、今ここでのとこと、あれもう一つ忘れちゃった。今ショールームしてるマサヤナさんが猪子さんのこと話、なんでなんでねえ、なんて話してんの、ちょっと誰か録画してよ。そう、今日の、ちなみに今日のリップクリームっていうか、ちなみに今日のつけてるのはオペラのリップティント02番のピンクです。女の子真似してねえ、聞いて、私さリップクリームさ見て折っちゃったの、めっちゃ変じゃない？わかる？超形でっこぼこ、ほらだいぶ変だよ。あれ、レイジのカラオケの平均点は、私85以上は今ありますいつも。でさ、あの大好きな曲、例えばワンオクさんとかは90ぐらいが最近は普通になってきた。チョークやん、そんなこと言わないで。そう、薄ピンクかわいい。でさ、この間ツイッターで、ツイッターじゃ、インスタで教えたのがコフレドールのプレミアムステイルージュ RD の213番、これはもうなくて筆で塗ってる状態です。このこれなんだっけ、これどこだ、これディオールのおばあちゃんからもらった筆で取って塗ってる状態ですね。はい、店に行ったよ、わー、ありがとう。ワンオク歌えるのすごい、でもワンオクさんってさ、
声がさなんか結構高めの音じゃん。なんか普通のボイトレとかしてない普通の一般の男の子は歌いづらいっていう感じってよく言われるよね。女の子の方が合うって言われるよね。サチルのワンルームのお兄さんめっちゃかっこよくない？かっこいい、わかる。誰だっけ、かっあのね金髪が似合ってましたよね。上杉周平さん演技がすごい素晴らしかった。斉藤なぎさちゃんを推してるんだけど、私の友達がレアちゃんの知り合いって聞いてびっくりです。え、誰友達って、え、誰知りたい、誰だ、え、誰超気になる、誰。ワンダーゴン踊りながらやった70点とかわけわからんボルギーニパスの名前かと思ったら車だっけ。コアカで公認の妹にレイチに話しといてって言ったっけ、なんか聞いたかな。何も聞いてないしね最近。あ、 LINE さっきまでしてたわ。ワンオクはキーが高い、そうなんだよね。だから私からしたら歌いやすい。ビブラートってどうやったら出る。ビブラートはなんか急にボーみたいな、なんて言うんだろう、そう難しい。一周年ライブに来てたら再メンバーはなんて言ってた。でいくと私のおすすめしてたワンオクの曲聞きました。何の曲？なんかいっぱいおすすめされてさ、なんかワンオク好きの方が、ワンオクさん好きの方が私の握手会に来てちょっと語ろうぜとかつって話してくれた方もいて、いっぱいその話が多すぎて何が何だか分かんなかったんだけど、遊び遊ばせ見てみて、ちょっと時間あったら見ますね。ビブラートは気合、そうもう気合でいくぜ。え、浜さやのさんの配信見た。俺は女性歌手の歌しか聴かないから歌える曲ないよね。でもさ実際さママと話したけど清水翔太さんの歌とかなんか実際聴いてたらなんかこう口ずさんで歌ったりはできるけど、マイクに当てるとやっぱ低すぎて声をいざ大きく出そうとすると声が出ないっていう状態になるから、実際さらっと歌える曲もいざ歌おうとしたら歌えないっていうことが多いですよね。レイチいってらっしゃい、挑戦していつ1周年。いやそれがさ分かんないんだけど、いつだっけな、ちょっとフォルダ見てみますね。活動してる人とかではなくて普通に学校のお友達です。え、誰、学校のお友達。え、超気になるんだけど、その子に連絡しといてめっちゃ気になる。私と同じクラスの子かな。私の学校は本当にいいとこで、いいとこでなんか私のクラスがいいんだね。多分クラスの友達はみんなもう私の活動に頑張れ頑張れって感じで、なんかこういう活動してんの調子乗ってんじゃねえよみたいな感じじゃなくて、なんか頑張れ頑張れって感じで、ツイッターもみんな学校の友達みんなフォローしてくれてるし、なかったら結構協力してくれるし、で友達も友達に広めてそれツイッターフォローしてあげてとか勝手になんかそういう風にやってくれてて、なんかもう感動ですよね。学校の教頭先生もその応援してくださってて、学校の中で唯一ラスタイドル詳しいのが教頭先生っていう説が出てきてて、そうもう幸せです。レイヤちゃんの学校と近く間違えました。何、どこ中、それ聞いたらダメじゃん。教頭先生素晴らしいです。教頭先生の息子さんもインスタに DM くれてそう先生も頑張れ頑張れって感じで、なんかね担任違う生活常任委員の、生活常任じゃない生活の先生もラストアイドル見てくれて、たまになんか呼ばれて、え、なんだろう、なんか私やったかなと思って、したらラストアイドル見てって話でめっちゃびっくりしたの。私その時触覚をね、学校触覚禁止なんだけど出してたの。だからうわ触覚やべえやべえと思ったの。したらラストアイドル見てよとか言われてめっちゃウケたの本当に。あ、そっちみたいな、もう焦るよね、急に呼び出されてそれかって感じだった。11月19日に挑戦者としてラストアイドル出てますよ。11月19日に挑戦者としてラストアイドル出てるってことは収録したのいつだろう。
オーディション受けたのがリオとヒメリと一緒で、でレアの横にテーブルの席がたまたまもう自由に座ってくださいって感じだったんだけど、レアの横にリオいて、レアの横にヒメリがいて、もう最初からなんかその3人が並んでてすごいねーってなってた。やば、あら、やばいよね、やばくない？いい先生だよね。北海道でイベントやってほしい。北海道でね、できたらいいよね。私の学校、レアちゃんの学校と違うけど本当嬉しいです。え、ちょっとね、インスタの DM 来て、インスタの DM して見る。ワンオクな自分ロックが好き。わかります、わかります。教頭変われ変われないよ、もういい先生すぎますよ。動物園はそこから始まったのか。そう、私のその動物園って名前つけたのが私のその前のマネージャーさんで、植物園と動物園じゃんってなって分けられたの。まあ、マネージャーさん変わっちゃったんだけどね。北海道いいところやな。私の学校はいいのかな、どうなんだろう。明日誕生日だから明日ショールームしてください。明日ショールームできないんだ、予定があるんだ。だからおめでとう、さっき言っとく、おめでとう。アゲアゲ踊ると毎回小指つるの俺だっけ。踊ってんの辛いにプラス1して幸せ、いいよね、そういう言葉はいいよな。そういえばさ、キノコの山かタケノコの里どっちが好き。え、キノコの山大好きなの私。レアちゃんまたね、ありがとう。7時半までの配信だけど、またなんか来れたら来て。猫さんすぐ誕生日忘れるからな。忘れちゃうじゃん、いっぱい言われたら。俺イノコの山派、ありがとう、一票入った。僕は松茸の お吸い物が好き。何を言い始めるんだ。あざー、今ラストアイドルのみんなにどっちかの好きが聞いてるの。なんで聞いてるの。私ね、最近ね、お絵かきが、お絵かき好きでね、これも描いたんだ。秋っぽくない、なんか秋っぽくて、なんかのやつで見て、なんかのやつでこういうのを見て、でここで止めていろいろなんか追加して、こういうのも全部一つずつ調べて書いたって感じ。そう、阿部さんとかにも聞いといて、7に後で聞いとくよ。めっちゃ上手くない、ありがとう、嬉しい。これも好きなものを集めました。俺も好きなものを集めたんで、まあこっちのね、見えるかな、目だよね、目見えないかな、なんで見えないんだよ、目がいっぱい。うまさぎありがとう。なんか独特な画家っぽい、本当にやっぱ独特だよね私。そう、独特って言われる。私も目だけめっちゃ描くわ、ほんと。ねるね、バイバイ。あ、ゆきのんの絵好きだよ。一時期 LINE のトップ狩りになりました。みさきちゃんもショールーム始めた。どっちのみさきちゃんだ。画材があるね、ありがとう、嬉しいな。美術の授業で何か描けって言われてるけど、何描いていいか分からん。何か描けっていう授業があるんだね。木村の手あんね。レイチは絵がとても上手です。ありがとう、嬉しい。ちょっと見て、ミーノンがまだ行ったんだよ。とか止まんないか。
美咲ショルムしたんやん。前のさ、ティフで初めて会った時めっちゃ喜んでたわ。そうなの？今度ハロウィンメイクして。グロいの注意な人って、ちょ、グロいの危険、グロの危険、グロいのダメな人とかいるのかな。サバサバの中でいい意味でウィティティ好き。何それ、どういうこと。レア何欲しいの、何急に。今度馬の絵描いて、ユニコーンなら、あ、じゃあリク専用ユニコーンをいつか描きます。え、これはコツガイちゃん。あれ、取れなくなっちゃった。お化けまた落ちちゃった。なんかコメント止まってきてよ。みんなどんどんして、今ならいっぱい返信するよ。そんなにグレーメイクするか。私結構傷メイクできる派だよ。シュッて。さあ、そういえばユニコーンのファイル買ったよ。え、いいねいいねいいね。高校進学は北海道、それとも東京、決まってないです。はじめまして、こんにちは。あ、違う、オールドルーキーじゃん。カラコンしてる、ラガンだよ、ラガン。何もしてない。イノコスコスコのスコットランド、何を言い始めるんだ。マユテン来た、マユー愛してる。あ、そうだ、レア自分から前に LINE してんのに既読無視してた、ごめんね。マユテン、あ、あの有名なビーフジャーキーをとも、ビーフジャーキー、牛をとも食いしてた牛がいますよ。ツイッターのまゆさん、まゆさん大好き、ありがとう、やったー、大好きって言われちゃった。見たか、みんな見たか。今日のイノコ前、まゆのカオス配信いなかったよな。いや、さっき